じゃあ一番小さいの。お宝、その辺の石ころをもらいました。いらねえ、ありがとう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。はい、めっちゃくちゃ久々のトモコレなんやけど。一人前に成長しました。久々すぎて、この子の成長のために、今回子供が成長するとかそういうのも全く把握してないんやけど、どちらがこの子のためになるでしょうか。え、マンション空きあったっけ。わからん、とりあえず一人暮らしさせます。そうですよね。あ、空きあるわ。それがいいと思っていました。ってことは前回の私はちゃんと撮影が終わった後に空きを作っといたわけやね。かはい、オッケー、よろしいです。今日からお世話になります。はい、この一人だけかな。みんな家族も今後とも、まあ、成長するのが一人だけじゃないとしても綺麗にこれももらってください。マンションの空きを作るのは一人ずつやったはずやけん、どっちにしろこの子だけか入るのは。いっかちゃん、はい、割愛します。相変わらずの。はい、それじゃあマンション見てこう。もうめちゃくちゃ久々なんやけど、1ヶ月どころじゃないんやけど。前まで多分長くても1ヶ月とかやったと思うんやけど。あ、すむ、喧嘩してる、誰と。あの3階の人かな。私、珍しく怒ってます。どうしたどうした。ガイタンと喧嘩しました。ガイタンくん、腹が立ちます。ガイタンくんやけん多分3階のあれじゃないのか。仲直りしてください。じゃあこのイライラも沈めてください。とりあえずアスムは超大好物、大好物が出てるけん宇宙食で踊ってもらおうっと。はい、宇宙食どうぞ。いただきます。はいはい、久々のダンス、いいね、ご機嫌だね。てか服装もほら踊り出しそうやん。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。趣味の悪い部屋だな。めちゃくちゃなりきん趣味な部屋だな。なりきんやけんってこんな部屋住むかな。ないな、この間ごてごてしすぎやな。許してあげて。こちらこそごめんなさい。あ、よかった、ちゃんと一発で解決。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったです。結構レベル高いんやな。ね、レベル68。実用品扇風機をもらいました。ありがとう。まあ、やりよる年数を考えたらそんな高くないんかもしれんけど。お、マジで？いいやん、いいやん。あ、ほらほら、やっぱり消えとる。いや、まあ、家に帰っただけかもしれんけど。お、やっぱね、さっきここやったよね。上の方にもなんか友達マークあったよね。アミシーくん、おお、大丈夫か。入ります。超久しぶりです。お久しぶり、また会えて嬉しいです。ギャルみたいな。ブラネのこともよく知らないのですが、私とブラネとは気が合いそうですか。よかった、喧嘩じゃなくて新しい友達作りね。ブラネちゃんは、とりあえずあれよね、入ってないんよね、ここには。うんうん、相性バッチリって言っとくよ。そうなんですか、ちょっと気になってきました。うん、仲良くしてあげて、してあげて、上からやな。仲良くしてね。辛いニュースを聞くと自分まで落ち込んじゃいます。やっぱ明るいニュースがいいよね。
お刺身、いやー美味しそう。どうぞ。いただきます。どうぞどうぞ。どうすか。結構美味しかった。よかったよかった。よし、そして。さきちゃんか。そこぶられちゃんじゃないんやな。まあ、そんな速攻で仲良くはならんか。はい、しゅうやさん。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。一人で絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな。1人。2人にしてくれよ。わかりです。こんにゃくです。く、全然違う。ケイスケです。こんにゃくです。あ、こんにゃく隣同士やん。こんにゃく当たり。よしよし。マトリョーシカです。ピーナッツです。うん、さすがに隣同士ではないか。え、あ、危ないんですけど。もうハートが当たり。おお、奇跡的に。ケイスケです。あ、もうここからいけるんじゃない？もうここからいけるね。マトリョーシカです。待って、どっちだったっけ？ここ。当たり。よし。じゃあもういい。当たり。オッケー。当たり。ふう。なんとか。ハート使い切るかと思ったよ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番小さいの。お宝、その辺の石ころをもらいました。いらね、ありがとうどうせその辺の石ころならさ、もっと綺麗なのがいいよね。なんか川とかにあるようなやつ。熱気が悪いです。なんかあの丸いコロコロした石。最近熱気が悪いのはあれじゃない？暑いんじゃない？いただきます。エアコンかけなこの間テレビでもしよったよ。なんか寝よる間タイマーかけてエアコン切る人おるけど、とりあえず睡眠中エアコンを切るなっていう、なんか専門家の人の話。電気代とかあるけどね。はい、重ね着カットソーをどうぞ。服、重ね着カットソーをプレゼントしました。寝よる時エアコンなしとか絶対無理なんやけど。めっちゃスケッパですだから金貨をもらいました。ありがとう。確実に寝苦しいもんね。特に私ロフトベッドやけんさ、エアコンつけてないとか、あれやっぱ上の方が暑いやん。とんでもなく暑くなるけんねはい、はるきくん入ります。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。第1問。第1問。ででん。これは何でしょう。全く、いなり寿司。答えは知らんけど。よし。いなり寿司でした。よし。超アップクイズ。第2問。第2問。ででん。これは何でしょう。焼き鳥。答えは2本の間やな、あれ。ほらほら、焼き鳥でした。超アップクイーズ最終問題。最終問題。ででん。これは何でしょう。え、まったく、何これ。焼き芋、アルミホイルかな。違う。懐中電灯でした。懐中電灯、なるほどね、その部分ね。もうほら懐中電灯とか使うことないけんさ、スマホのライト機能があるやん、それ使うけんさ。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。兄弟仲がいいねって言われるのは。いやでもさ、なんかどこかしらにあったとは思うんやけどね、懐中電灯。ご機嫌だね、私を任したけんってどうした、寒気が。今度ここはここはエアコンをつけすぎなのでははい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。髪の毛とキノコが同化しているな。え、でもなんか色合っとるの可愛いね。
そういう髪型みたいやん。今日は27,100円集まりました。ありがとう。これは、あ、夜市や、夜市やったね。見よ、お客さん、運試ししてみない、してみたい、してみたい。厳選されていらっしゃい、厳選されたアイテム、はい、買います。さあ、それじゃあ一つ目の中身、おい、食べ物、青汁が入っていました。ちょ、一つ目からちょっとテンション下がるね。二つ目の中身は、あ、いいやいいや、インテリア、女の子スタイルが入っていました。よき。三つ目の中身は、まあ、実際あんな部屋落ち着かんけどね。おお、お宝、懐中電灯が入っていました。なるほどね、懐中電灯どっかにはあるはずみたいなのよってけん、とりあえず分かるとこに置いときなってはい、置いておきます。さあ、せん、はい、それじゃあミニュース見てこう。5時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。本日、ちはやさんが誕生日を迎えました。あゆなしの誕生日やって、ちはやさん、おめでたいね。お送りします。うんうん、ハッピーバースデートゥーユー。たまたまトモコレをつけた今日が、まあちょっとあれやな、私のこの 3DS 日付があっとんかちょっといまいち分からんけど本体の日付合ってるかどうかちょっと把握してないけど、ありがとう。なんかちょいちょい初期化される気が、え、この 3DS は違うっけ、 DS かな。マジのみに聞きました、おめでとう、おめでたい、いい記念になるように頑張りましょう。うんうん、はい、マジのみニュース、まだまだお伝えしました。ありがとう。はい、それじゃあ、お、めっちゃ集まっとる、みんな対戦ゲームかい。でもなんかあれやね、一人だけ持ってるものが違うな。あれでも操作できる感じなすごいすごいすごい。いや、大人数でさ、同じ場所に集まってああいう感じでゲームをすることがないけんさ、おお、なんか広大な空間にはい、トモックくん入ります。一緒に遊んでくれますか。遊びましょう、遊びましょう。お、キャッチ来た。ミーが落とすアイテムをキャッチできれば、あなたのものを床に落としたら失敗です。よし、行きますよ。お、ヘチマスポンジーちょもう一回、もう一回、もう一回だけですよ。はい、行きますよ。はい、3、お、2、1、はっ、はい、早かった。今度はくっそー、せっかくのチャンスを。残念でしたね。また遊んでください。ぜひ。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。あえて冒険はしないタイプです。あえてね、あえて。まあ、私も昔は結構お菓子の味とか冒険しよったけど、最近はすごい落ち着いて無難なものしかしかではないけど、まあでも確実にこれはまずいよねって、まあ、自分の味覚的にね、思うものは避けるようになったな。前まではまずいかもしれんけど、もしかしたら美味しいかもしれんって冒険しよったけど。お、いっかちゃん、何もない部屋をゴロゴロと広いのはまあ楽しいけどね。とりあえずインテリアを。いろんな意味でマイペースな女です。これ壁紙かなか棒人間かと思った。肩も持たずに出かけた時に限って雨が降ります。うんうん、でも今はとりあえず梅雨時やけんね。あ、でもあれないよね、ここ最近梅雨に入ってからの天気予報を全く信用できんけんさなんかもう数時間前に見た天気予報と今の天気予報全然違ったりするやん。え、雨の予報じゃなかったやんみたいなのめっちゃあるけんさ、
ちょこ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 天気予報確認せんと何もできないっていう。男の子は違うよ。ウェディングスタイル。どや。お、いいやん、いいやん。でも、もうなんか地面を転がる気分にはならんかもしれんけど。ところで、部屋も見ていきますか。見てく見てく。どう？あ、でもなんかこういうテーブルあれやんね。中に隠れたくなるね、ちょっと。え、そんなこと、リラックスできそう？マジで？リラックスはできなさそうやけどな。まあできるんならよかったよ。ぜひぜひ。めっちゃ満足度高い。よかった。そしてちょっと服も、シャツワンピ。どうぞ。お、いい感じ。すごく気に入った。全体的にめっちゃ満足やね。よかったよかった。それじゃあ道具で、バレエ入門書どうぞ。道具、バレエ入門書をプレゼントしました。せっかくだから遊びませんか。お、いいねいいね。ご機嫌のまんま遊びに突入。ミーシュレットクイズ。シルエットで表示されたミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。んー、もう当てれないかもしれない。てか新しい形マジで全然わからんけんな。第一問、ででん、これはアスムだ。答えはアスムでした。後の2人がシルエット違いすぎる。シルエットクイズ第二問。第二問、ででん、このシルエットは誰でしょう。え、ケンくん。答えは、ケンでした。ほー、よかった。シルエットクイズ、最終問題。最終問題、ででん。このシルエットは誰でしょう。え、待って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 、ゆうやさん？ガイタンくんこんなんじゃなかったよね。ゆうやでした。あー、よかった。奇跡的に昔からの人たちばっかり出た。こういうのって傾向あるんかな？おめでとう。問題に出る人。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ中くらいで。お宝、おしぼりをもらいました。ありがとう。まあ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 、でも分かる人たちが多くてよかった。ご機嫌だな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。トモコレを映す頻度がだいぶ下がっとるけんさ、うさがりすぎやけど。いやもうほんと、早く新作を出してくれよ。毎回思うよ。